こんにちは、ヨしセンさん。あのー、上昇深荷っていうね、話をね、この前ちょっと聞きまして、上昇深荷って何,何かっていうと、ま、あ例えばね、あのー、地下にものすごく深く潜るんですよ。地下3階とか地下4階ってレベルじゃなくて、地下1000メートルとかね、そのぐらいのレベルです。で、もうちょっとお想像しにくかったら、あのー、スキューバーダイビングかなんかで、あのー、水中の10メートル下とか20メートル下とかにね、 潜った時なんですけども、上昇負荷っていうのは、深く潜ったところから上昇した時にかかる負荷なんですよ。よくね、スキューバダイビングでも、深く潜ったら、少しずつ上に上がって気圧で慣らしていくみたいなことを言います。急速に上に上がると、それこそ気分が悪くなったりね、出血したりとか、ひどい時にはあ意識を失ったりとかするみたいなことがあるみたいなんですよね。で、その上昇負荷っていうのは、あの、ある程度の深さまで、 潜っていったら、元に戻るときに、本当にちょっと気持ちが悪いぐらいで済むんですけども、あまり深く入りすぎると上昇したときに、もうすでにね、人間の形を保てないぐらい、内臓を壊したりとかね、それこそ見た目も明らかに変わっていったりとかするらしいんですよ。だからこの上昇負荷ってのは重力との関係があると思いますけども、私たちはあんまりね、深く潜ることがないんですよね、この地球上にいて。だからこの上昇負荷を感じにくいんですけども、 まあそういったものがあるんだよっていうふうにあの改めてね学んだ時にあなるほどなとこの上昇負荷ってのは別に地下深く潜らなくたってあの水中に深く沈まなくたってあるよなと思ったわけですよそれはどういうことかっていうと例えばこの,あの情報発信ビジネスにしてもねあの最初は何も知らないわけじゃないですかつまり地上にいる状態ですでアフィリエイトやってみたりとか あメルマガとかで情報発信してみたりとかでその情報ってものをね扱うことになってくるとまず情報を何を扱おうかっていうふうにいろいろと精査しなければなりませんし知ることとか体験することが大事になってきましたね、まあ、そうすると知ることや体験することって情報発信するための、まあ、ネタになるわけですよだからそれまではものすごく嫌なこととか苦しいことがあったら本当に嫌だなと思っただけだったんですけども逆にね 嫌なこと苦しいことで半べそ書きながら心の中で「おこれおいしいぞ」って思う自分もいてちょっと感覚変わってくるんですよでそうするとまず一番最初の,あの本来あるべき自分や自分みたいな常識人からあの自分の身を保てなくなってきてちょっと変わってくるっていう感じですよねでも情報発信をそこでやめてしまったりとかそこまで細かくしなければまた元の自分に戻っていって普通の感覚でいられるんですよ 嫌なことは嫌だなと、いいことばっかりあったらいいなと、楽をしたいなとかね、金がないなとかね、時間がないなと、普通の感覚に戻れるわけですよ。しかしまたね、上昇負荷の話になってきますけども、深入りして、いろんな情報発信を私と吉谷さんが続けてきました。もう10年とかやってますよね。奈美さんもそれにお付き合いいただいて、やっぱ一緒に情報発信してるわけですよ、3人で。まあ、気が合うんだろうなと思うのと、反面、辞めていく人が多いわけじゃないですか。 やめていく人はどういうことかっていうと、私が例えればね、上昇負の話で、どん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 みんな情報発信で深みにはまろうとして、その情報発信の穴蔵にどん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 沈んでいくわけですよ。で、私とか吉谷さんとかナミさんとか、1000メートル下とか2000メートル下に行ってるわけですね。つまり深入りしてるわけですよで。そうすると、その深さに耐えられずに、今まで何人の人がね、地上に戻っていって、気分が悪くなったりとかね。 金銭的ダメージを受けて嫌気がさせたりとか、あの、怪我をしたりとかね。で、地上に戻っていって、あの、その自分のダメージを癒して普通の人にまた戻ってしまうってことなんですよね。でも、私はナミさんとかね、吉谷さんは、今更地上に戻ることはできないんですよ。深みにはまって、深みにはまって、深みにはまって、それまでついてこれずに、もう、うちにしていった人とかね、犠牲になった,した人、で、そういう人の夢とかも、 言ってみれば私たち自身の情報足のネタにして、情報業界に入って、もしかしたらもう絶望したりとかね、未来を失った人、そういうふうに上昇負荷に耐えきれずに圧力で潰れてしまった人、その瞬間は寂しいな、悔しいなって私たちも思ったはずですけども、いやこれ美味しいぞ、みたいな感じで、大切なそれまで一緒にいた仲間たちが消えていく姿すら悲しんだはずなのに、 普通の人の感覚を失って悲しいんだけどもこれをネタにしようみたいな感じでね情報発信に取り込んでいくとそういった感じで深みにはまればはまるほどそこまで来れなかった人たちの上昇負荷で死んでいった人たちのね傷ついた人たちのこともネタにしながらさらに深みにはまっていくっていうのがう私たちのことではないかなと思うんですよね。ここのの上昇負荷っっってていいうね考え方、まあ、今までででななかったわけではないんですけははんすすどももれは業界に深入りするっていうのも 10年ぐらいやってたらね、上昇負荷を体験してるなと。そして私たちはもう今更ね、地上に戻ってサラリーマンネクタイ締めて、ね、朝から晩まで満員電車で揺られて、えもしくは通勤の車でえイライラしながら渋滞に巻き込まれてるみたいなことは、多分上昇負荷に耐えきれずにそれこそね、生きていけないだろうなと思いますね。今更戻れないですね。で、この深く深く業界の奥に入ってしまった私たち、 と一緒に暮らしてる人も私たちが元の世界に戻ることを望まないでしょうしそうなったらそうなったって困るでしょうしね、まあ、そんなことを思いながら今ね吉谷さんのメッセージを聞きながらナミさんのことを思いましたね「上昇不可という考え方思えばいろんな人が夢や目標を掲げてその深みにはまるんですけどもでも 大して深くないところで怪我をして去っていきますよねで。もしかしたらそういった人が果たせなかった夢や暮らし、手に入れたかったいろんな形あるもの、形ないものすら私たちは取り込んでネタにして、そしていつかまたね、そういうた人たちが叶えられなかったものも私たちは叶えていくんではないかなと思いますよね。まあ BMW ね、オープンカーかっこいいですよね。憧れて手に入らない人。 地上にいて普通の暮らしをしてる人山ほどいるでしょ。でも深みにはまるとそういった人たちの叶えられなかった夢も順番に叶えることができて生涯一度も R34 に乗れなかった。生涯一度も BMW オープンカー。しかも色はね挑戦的なブルー。遠くで見てるだけだった。でも吉谷さん少なくともそういった夢破れたね数多くの方の夢を二人分 叶えてるのかなと思いますし、さらにこれからもいろいろと羨ましいと思えるような人生を送っていくでしょう。そして羨ましいと思うだけで人生を去っていく人たちのこともネタにしながらね、さらにさらに深みにはまっていくということなのかなと思います。もうそこまでね、深みにはまると、もう元々の人間の姿を保てないですね、私たちはね。うん、私は49ですけども、一般的な49歳の抱える悩みや、 憧れとか、ささやかな喜びとかってのは、多分もう戻れないんでしょうね。うん、まあ、堀江隆美さんじゃないですけどもえ、なんでそんなサラリーマンとか苦しいんだと辞めればいいじゃん。なんでそれで次の日も行くのみたいなね。<laughs> できない人のできないことに気を止めずに、ただ結論だけを並べてね。こうすればいいじゃん。なんか、なんか意味あるんですかなんか意味あるんですかみたいになんでね。<laughs> ずいぶん遠くの存在に思えてしまいますまあ堀江さんもねもう戻ってこれない深みにはまった人なんだろうなというところもありますねいってらっしゃい